アドルフ・フレドリクは、スウェーデン王国ホールシュタインゴットルプ・朝の初代国王。アドルフ・フレドリクは、ホールシュタインゴットルプ家の講師で、リューベック領主司教のクリスティアン・アウグストの子で、母は、バーベンズルラ派辺境博フリードリヒ7世の娘、アルベルティーネ・フリーデリケである。母方の日、ババに、カール10世の姉クリスティーナ・マグダレーネがいる。兄、カール・アウグストは、 リューベック領主司教に就任したが創生、弟、フレデリック・アウグストは、アドルフ・フレドリックの法御後に、初代、オルデンブルク公となった。また、メーデ、妹、ヨハンナ・エリーザベトの娘、ゾフィー・アウグスタ・フレデリーケは、アドルフ・フレドリックの在住に、ロシア皇后、さらに、ロシア皇帝となった、エカチェリーナ2世である。 いとこのカール・フリードリヒのコピョオトル3世もロシア皇帝となっている。クリスティアン・アウグストはスウェーデン・王カール12世の外籍であるという立場を利用してロシア帝国との大北方戦争終結のために和解交渉を主導し1721年のニスタット条約に調印している。クリスティアン・アウグスト一派はホルシュタイン派と言われ、親、ロシア的であったが、 1720年にスウェーデン王に即位するフレドリク一世を中心としたヘッセン派は、親、西欧的であり、両派の対立は大北方戦争後のスウェーデンの政治に強く影響を及ぼした。スウェーデンは弱体化し、絶対王政は廃止され、有力貴族によって政治が行われた。以後のスウェーデンでは、メッソナ党とハッタナ党が政治を牛り、互いに争った。 この両派は欧州列強から資金援助を受けていた。ハッタナ党はプロイセントフランスから資金援助を受けていた親西欧派であり、メッソナ党はロシアから資金援助を受けていた親ロシア派であった。この時代のスウェーデンは自由の時代ではあったが、没落して列強の区別の状態に陥っていたのである。アドルフ・フレドリクは1727年、兄、 カール・アウグストの創生で、リューベック領主司教に就任したが1750年に、弟のフレデリク・アウグストに上位、翌1751年、フレドリク一世の崩御に伴って、スウェーデン王に即位した。これは、ハッタナ島の祝願であった。政治はこのハッタナ島が握り、国王は、全くの無力な存在であった。アドルフ・フレドリクは、プロイセン王。 フリードリヒ・ビルヘルム1世の娘で、フリードリヒ2世の妹ルイーゼ・ウルリケと1744年に結婚しており、グスタフ3世、カール13世以来を設けていた。ロビーサは王権強化を目論み、夫の即位後間もなくクーデターを企てたが失敗し、アドルフ・フレドリクもロビーサと共に議会から厳しく警告された。アドルフ・フレドリクは王妃、ロビーサに 主導権を握られ、自らの王権を行使できず、国政に関与することもできなかった。彼にできたことは、輪廻など、功績のあった人物を貴族に上すくらいであった。ハッタナ島はフランスから資金援助を受けていたため、7年戦争でフランス側に組みして参戦したが、敗戦のような形で戦争が終結したため、財政難を招いた。1765年に、 ハッタナ島は失脚し、代わってメッソナ島が政権を握った。メッソナ島は改革派であったが、政策面ではハッタナ島とは大同勝利であった。しかしメッソナ島はロシアからの資金援助を受けていたため、ロシアから内政干渉を受け、スウェーデンの主権はなきに等しい状態に陥った。内政面ではある程度成果を上げることに成功したが、 経済不況をもたらして1769年に失脚し、ハッ端な党が政権を奪回した。しかし、両派の対立構想は激しさを増し、スウェーデンの政治は腐敗し、堕落していった。この時代のスウェーデンの国際関係はままならなかった。空前の国力を持つに至ったロシア帝国は、スウェーデンを従属国のように扱い、デンマークも、 ロシアと友好関係を有し、コシタンタンとスウェーデンの分割を狙っていた。国内は混乱を極め、王権はなきに等しく、自由の時代とは裏返せば危機の時代であった。1771年2月12日にアドルフ・フレドリックが崩御すると、スウェーデンの自由の時代も終局を迎える。国民は新しい時代を欲し、 王権の復活を絶望していた。このような時代背景の下に、息子グスタフ3世は即位した。王妃ロビーサウルリカとの間に4人の子女があった。の母は、スウェーデン王カール9世の王女、カタリーナ、弟は、カール10世。カール12世の祖母ヘトビヒエレオノーラは、ホルシュタインゴットルプ家出身で、クリスティアン・アウグストの父方のおばにあたる。また、 ワール12世の母で、デンマーク王女のウルリカエレオノオーラは、クリスティアン・アウグストの母方のおばにあたる。ありがとうございます。